ブロンディオーズ、5月26日、東京 5R、3歳500万、芝2400メートルイコール1着。日本ダービー前日に同じ舞台で行われた3歳500万で、2分24秒4の好時計が出た。後方2番手から3、4コーナーで前との差を詰めると、内から長くいい足を使って4分の3馬身差でゴール。単勝1から8倍の人気に応えた。騎乗したボーマン騎手は、のんびりして、かからない性格。今日はダッシュがつかず、今後もスタートは出ない感じだと思いますが、馬自身が走ることをわかっている。取り身が良く、コントロールも効いて、手応え抜群で楽に勝てた。こういう性格なので距離が伸びてもいいと思うし、クラスが上がっても楽しみ、と評価していた。デビュー前から厩舎スタッフが、将来出世する、と話していたほど、陣営の期待が高かったルーラーシップ3区。アンケームスカテール、父マヤのトップガンは2013年目黒記念など5勝を挙げ、ハンケーデルカイザー、父キングカメハメハは4勝。一族から多く活躍場が出ている。素質は高く、今後の飛躍が楽しみだ。石野静香。